ラッシュはイギリスロンドン出身のロックバンド。1987年結成。フィードバックノイズを用いたシューゲーザー的なサウンドとファルセットを多用したボーカルが特徴である。イングランドのクイーンズカレッジで14歳だったハンガリー人と日本人のハーフであるミキベレーニとエマ・アンダーソンが知り合う。1988年にロンドンのパリテクニック・ユニバーシティで 英文学を勉強していたミキは、そこで、クリス・アクランドとスティーブ・リッポン、メリエル・ワーハムと知り合い、エマと一緒に、ザ・ベビー・マシーンズというバンドを結成する。エマの友人であるケビン・ピカリングがバンドを、ラッシュと命名する。1988年の3月に、最初のライブを行い、プレスから好意的な評価を受けた。しかし、当時ボーカルだったメリエルが脱退して、 ペールセインツに加入したため、代わりに、ミキがボーカルを取ることになる。1989年に 4AD と契約して、ジョン・フライヤーのプロデュースで6曲入りミニアルバム、スカーをリリースする。翌1990年、黒糖ツインズのロビンガスリーによるプロデュースで、シングル、マッド・ラブをリリースし、続けて、ティム・フリーズ・グリーンのプロデュースで、スイートネス・ライトをリリースする。また、 これまでの3つのリリースの曲をまとめた編集版、ガラがアメリカでリリースされる。このタイトルは画家のサルバドールダリの妻、ガラ、LR の名前から取っている。1991年にはライドと共にアメリカツアーを行う。同年末にスティーブンが小説を書くことに専念するために脱退し、代わりに元 n m e 氏の記者であるフィルキングが加入する。 1992年、ロビンガスリーのプロデュースで、ファーストアルバム、スプーキーをリリースし、前衛アルバムチャートで7位に入るヒットとなる。1994年、マイク・ヘッジのプロデュースとアラン・モールダーのミックスによる、セカンドアルバム。また、同時に、ヒップクリットとデザイアー・ラインズの2枚の EP をリリースする。1996年、最後のアルバムとなる。 ラブライフをリリースする。シューゲーザー的なサウンドは薄れ、パルプのフロントマンである、ジャービス・コッカーが参加するなど、当時流行していた、ブリッド・ポップの影響を受けた作風に変化し、前衛アルバムチャートで8位に入っている。同年10月、クリスが実家で首を吊って自殺。残されたメンバーは長い。解散後、ミキは、レンタルズのアルバム、セブン、モア・ミニッツや、 国党ツインズのサポートメンバーだった盾光夫のソロユニットフラット7のロストインブルーにゲストとして参加している。エマはリサオニールとシングシングを結成する。フィルはジーザスメリー・チェーンに参加している。2015年20年ぶりに再結成を発表。翌年5月6日にロンドンのラウンドハウスにて再結成後初ライブを行った。 ドラマーには元エラスティカのジャスティン・ウェルチが参加した。10月18日にベースのフィルキングが抜け、モダン・イングリッシュのマイケル・コンロイのベース演奏による最終ライブを11月25日にマンチェスター・アカデミーで行った。電路にて日本人とハンガリー人のハーフである。ありがとうございます。